皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ぎこちゃんです。よろしくお願いします。さあ本日なんですけども、まあ、タイトル通りですよ。昨日さ、今日の朝か昨日の夜に X のトレンドでさ、モンストニュースって入ってたわけよ。今日の朝だったかな。で俺それをねタップして見てみたら、結構話題になってたのが、なんと今年のモンスト毎月コラボやってるらしいのよ。これが朗報なのか秘宝なのかは分かんないけど、俺はどっちかっていうと朗報かなと思いつつも秘宝かなと思ってる。よく分かんないところにいる。嬉しいやらなんか悲しいやら、まあモンストはねコラボに頼らずともめちゃめちゃ人気のあるゲームだって思っていたんだけども、まあそういう部分もあれば、もう一つの気持ちとしては、まあもともと人気あるけどコラボをつければさらに人気が上がるから毎月コラボしてんのは最高だなって思う部分もある。すごく複雑って感じだね。はい、まあそんな感じで今年はもう毎月コラボっすね。はい、何のコラボ来たかご紹介しましょう。1月がガンダムシリーズコラボ、2月がハガレンコラボ第2弾、3月が、テンスラ、4月、かぐや様、5月進撃第2弾、6月地獄楽、7月鬼滅第3弾、8月 SAO 第3弾、9月キングダム、10月通り部&ジョジョ第2弾、11月影一コラボ、12月今やってますねスパイファミリー第2弾ということで、ごめん途中コラボとか入っちゃったけどごめんね。毎月やってるプラスアルファで10月で言うと2個やってるみたいな、もう過剰みたいなレベルになってるわけですけど、まあユーザーがね飽きずにね、まあ2週間ちょっとぐらいイベントあるんでね、まあちょっと盛り上がれるは盛り上がれるもんね。まあちょっと今回のスパイファミリーは1日1回のやつがないからなんか足りない感じがするけど、多分今撮ってんのが13時41分なんだけど、16時から来るモンストニュースで多分長休局さすがに発表されるかなと思う。いつもならもともと長休局があってそれに対する追加長休局なんだけどね、ちょっと不思議な感じではあるけども。さあ、こっからなんですけども、毎月今年はコラボやっていますと。比べて去年はなんとコラボをしていない月が何ヶ月かはあるんですよ。はい、まあ、これをねサクッと紹介するのもなんか動画的につまんないだろうから、今年 VS 去年毎月毎月順番にバトル形式で発表していこうかなと思います。それではやっていこう。さあそれでは、始めていくんですけども、1月から12月まで順番にやっていくんですけど、12月に関しては今回は納棺です。なぜなら、今年の12月がまだ12月20日ということで、まだねデータは取り揃ってないんで、はい、なので11月までかな、はい、1月から11月までをねバトル形式で発表していこうと思います。はい、ちなみに、いつも言ってますけども、売上月のバトルなんで発表なんで、その売上月、その月にひょっとしたら超獣神祭限定が発表されてたりとか、属性限定の新キャラ登場したりとか、いろんな、まあ、激アツイベントとか、いろんなねそのコラボ以外の要素で売り上げ上がってるっていうのは十分あるので、そこは一旦忘れてコラボ好きの、売り上げバトルってことで、コラボバトルってことで、見ていただければ、楽しんでいただければと思います。それではいきます。2023年 VS 2022年1月、ガンダムシリーズ VS 銀魂第3弾&呪術第2弾、はい、いや去年もすごかったね。これはなんと勝者は銀魂&呪術廻戦。いやガンダムシリーズが売り上げが 114.48 億円に対して、銀魂第3弾呪術第2弾の方が 133.11 億円。残念だガンダム運極にしたのに。まあこれはね、さっきも言ったけど新春超獣神祭もまじまじ混じってるからさ、はい、まあ、しょうがないですよね。はい、続きまして2月ハガレン第2弾 VS ワートリ第2弾。いやすごい戦いですね。勝者はワートリ第2弾。いやハガレン第2弾は 63.82 億円、はい、
ワートリ第2弾は 67.79 億円ということで、去年のワートリの方が売り上げがちょっと高かったみたいだね。はい、で続きまして3月はテンスラ VS 鬼滅第2弾、勝者は鬼滅第2弾。はい、テンスラコラボは 64.55 億円、鬼滅第2弾は 68.72 億円。ごめんね、ここばっかり見て、これ台本なの、台本というか、まあ、データ書いてあるのここに、はい、いやまあテンスラはね負けたとはいえ、まあ、キャラクターに関して言うとリムル最強だから、いまだにねめちゃめちゃ強いから、うん、テンスラ勝ちだなと思うんだけど、売り上げ的には負けたんだね。で続きまして4月やっていこう。4月はかぐや様コラボ VS コラボなし去年コラボやってないんですよ4月、びっくりしたこれ。さあどっちが勝ったのか、勝者はコラボなし。はい、かぐや様コラボ 74.16 億円、はい、コラボなしは 76.75 億円。去年の4月ってなんかそんな売り上げ上がる要素あったっけ。ちょっと鬼滅第2弾が被ったとかかな、ちょっと覚えてないんだけども、はい、まあそんな感じでコラボなしがまさかの勝利というね。かぐや様頑張れ、もっと頑張れ。はい、続きまして5月は進撃第2弾 VS 名探偵コナン&スパイファミリー第1弾、勝者はコナン&スパイファミリー。いやーね、進撃第2弾 59.47 億円、名探偵コナン&スパイファミリー 93.92 億円。全然ちゃうやん、34億円ぐらい違う、やばすぎ。まあ2つ来てるから2対1だからな。まあまあ強いっちゃ強いですよ。名探偵コナンコラボなんてさ、まさか来ると思わなかったもんね。びっくりした。はい、続きまして6月は地獄楽 VS コラボなし。さあ勝者は地獄楽。はい、地獄楽 65.05 億円、コラボなし 61.60 億円ということで、まあ、約4億円近くかな、 3.5 億円かな、はい、地獄楽の方が売り上げは高かったということですね。なんかコラボなしが結構健闘してたり勝てたりするとさ、やっぱりモンスト自体の人気はあるんだなってちょっと思っちゃうよね。すごいよね。で続きまして7月は鬼滅第3弾 VS ジョジョ第1弾、勝者はジョジョ第1弾。はい、鬼滅が 77.05 億円、ジョジョが 78.38 億円ということで、まあギリギリ競ってたね。1億円ぐらいの違いだ。なんだ1億円の違いって、1億円ってでかいわ。万が一今手元に1億円入ってきたら使い切る自信あるわ。最高に最高なもの買っちゃうわ。はい、続きまして8月よ、8月は SAO 第3弾 VS ワンピース、勝者は SAO 第3弾、SAO が 71.22 億円、ワンピースが 65.51 億円。はい、ワンピースキャラはゾロがちょっと強かったぐらいで、結局ルフィとかサンジはあんまり使わずじまいだったね。びっくりしたもんね、ゴムゴムのコングガンだっけ、そう覚えてないんだけど、あのエッセンスマジふざけてたよな。もうほんともう一回来て、第2弾来てもらって、ニカとか出てきてもらってさ、めちゃめちゃ強いキャラクターになってほしいよね、ルフィには。ぜひぜひぜひ。神木さんが悲しむぞ、弱いものだと。はい、そんなわけで続きまして9月、キングダム VS タイバニー、はい、勝者はキングダム。はい、キングダムが 60.37 億円、タイバニが 59.63 億円。これもいい勝負だったね。タイバニって確か無料ガチャくれたよね、30連ぐらいくれなかったっけ、の割には健闘してるよね。まあまあまあキャラとしてもまあまあ強かったしね。逆にキングダムがなんともその使いづらくなってってたというか、結局コラボの中以外で使うことがあんまなかったね、シーン含めて大きい含めて。
それだったらまだね、なんか豪絶に使えたタイバニのさ、キャラクターとかの方がまだ良かったよね。まあキングダム運極にしたんで悲しいですけど、はい。続きまして10月、はい、10月はトーリベ&ジョジョ第2弾 VS マドカマギカ、はい、勝者はマドカマギカ、はい、ということでトーリベ&ジョジョ第2弾は 106.11 億円、はい、マドマギが 110.39 億円、4億円の違いっすね。いや、さすがマドカマギか。あ、マドマギの人気はすごいんだね。俺今年のクリスマスはマドマギアルファかなと思っとったんですよ、本当は。あ、でも全然違ったね。うん、まさかのスパイファミリー第2弾だったね。まさかでもないけどね、あらかじめみんなスパイファミリー、スパイファミリーって騒いでたもんね。うん、今回はなんか予想外の部分はなかった感じがする。はい、じゃあ続きまして11月、影実コラボ VS チェーンソーマン、これすげえ戦いだね。うん、勝者は影実コラボ、はい、影実 90.51 億円、チェーンソーマン 71.87 億円、ということで、影実コラボの勝ちっすね。いや、どうでしたか皆さん。うん、まあ今年はね、毎月毎月コラボがあるとはいえ、まあ楽しめる部分もあれば、まああのガチャは毎回毎回課金なんで、うん、昔みたいに夢玉とか、ま、ゴジ玉みたいな全くないじゃん、今。無料で楽しめるってものないんだよね。もう昔と比べればオーブ配ってるかもしんないけどさ。うん、まあちょっと、無課金勢にはきついゲームになりつつも、うん、まあ楽しみやすいゲームにはなったよね。うん、まあなんともその間の複雑なところにさっきからね、言ってるけど、いるんですけども。はい。ということで、先ほど発表していった、毎月毎月の売り上げ、去年と今年、どっちが今のところ売り上げが高いかっていうと、今年は、去年と比べて、40.88 億円、減です。はい。売上がめちゃめちゃ下がってる。特に5月がやばかったね。うん、5月、名探偵コナン&スパイファミリーが 93.92 億円に対して、進撃第2弾が 59.47 億円。うん、90億と50億の差がやっぱり出ちゃったよね。まあ12月で巻き返せるかって言ったら、今のところの数字を見る限り、まあトントンぐらい、80億円ぐらいで終わるのかなっていうところも、まあちょっと着地としては見えてくるよね。はい。まあそんなわけで、今年はね、コラボストライクと、呼ばれているモンスターストライクですけども、来年どんな感じになるのかな、また毎月来んのかな。お金がいくらあっても足りないよ。うん、昔だったら全部運極にしてやるぜと思ったけど、こんなの毎回運極にしてたらいくらかかんのこれ。うん、だいたい1個30万から50万かかって、まあちょっとね、あのベース的に50万で考えようか、運が悪い方だから俺。50万で考えたらいくらかかるマジで。50万かける13ぐらいよ。うん、600万、モンストに毎年600万使うの、コラボだけだよ。それ以外にも超重審査引いたりとかいろいろあるんだけどさ、うん、使いすぎだろ。まあちょっと必要経費がね、増えすぎてる説はあるよね。はい、そんなわけで、みんながね、楽しめるように分かりやすく、バトル形式で発表してみましたが、いかがだったでしょうか。はい、みんなの好きなコラボは、あのコラボに勝ったかな、負けたかな。はい、ぜひともね、このコラボストライクに関して皆さんご意見があれば、ぜひともコメント欄に書いててくださると、次回の動画の作成の励みになりますので、ぜひよろしくお願いいたします。よかったらチャンネル登録、高評価お願いいたします。バイバーイ、以上ぎこちゃんでした。